それでは、はい、はい、第2試合記憶の時間です、はい、3分間用意スタート。一度絵柄を見た名人終了です。はいということで時間が参りましたので、手を我々もここに置いて、私ずっと膝の上に置いてました。膝の上もダメ。あ、ここですね、取る手は畳に、うん、あ、はい、畳。では早速1枚目から読んでいきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。参ります。猫かわいいね、猫かわいいねでした。ありがとうございます。参ります。扁桃腺がやられた村井。あー、来ましたけど扁桃腺がやられた村井名人ですね。参ります。ブリ大根と醤油の瓶。あ、村井さん。いやー、ブリ大根と醤油の瓶でした。では参りましょう。縫って15年ぶりに書いた。縫って15年ぶりに書いたでした。どうぞ参りましょう。似てるやつ。はい、似てるやつですね。私が撮りたかった一枚だなそうかなと思います。はい、続いて参りましょう。レボリューション。あー、いやすごい勢いね。学習しましたね。学習しました。父ちゃんがねって言う前にって言い対応してきた。バレちゃう、バレちゃう、読む前にロールスロイス乗りたいな。ありがとうございます。さっき最後まで読まれなかった、うん、ロールスロイス乗りたいなでした。もうお腹いっぱいな高橋君の後ろ。しゃ、いただきました。早い参ります。した気持ち分かってほしい。あ、そうか、私それうんこ我慢してるじゃん。とした気持ち分かってほしいでした。では参りましょう。痛いブツなよ。あ、やべ、やっちゃった。お手つきですね。え、そういうことですね。記憶だけでやっちゃった。はい、マミル君先生が記憶だけでできるものなんですいや、記憶でここと思ったらこっちと落ちちゃった。やってもうた。お休み、お休み、はい、お休み、はい、意外な、意外な。メガネの社員多くない。目の前ですごい早い、あそこーって思ってよかった。はい、戻ります。はい、次で次のカードいきましょう。あります。村井と山と湖と牛たち。あ、こっちにさっきの人これはマックス村井じゃねえよ。名人も騙された。名人も騙された。村井と山と湖と牛たちでした。次いきます。夢を持つことが君の証だ。おお、これ何の絵か全然わかんないやつだ。わかんないやつ。わかんない。夢を持つことが君の証だ。これなんて書いてある。わかんない。ベッドベッドベッド。醤油。醤油。わかんねえよ全く。では参ります。止まらない村井を描こうとします。では次参ります。リオナリが真の犯人だ。早い早い。リオナリが真の犯人。参りましょう。はい、ウォンタリオ州。おお、はい、ウォンタリオ州ですね。
参ります。ナンを食べたいマミルト。やりだ。お、ちょっとスピードが出てきた。自分のテリトリーはやっぱりテリトリーは外せないよね。私とあなたの境界線。とっしゃ、そっち行った。あのさっきの言うと一緒でよくわからん。私とか私とあなたのテリトリー境界 境界線よくわからんやつ。どういう覚え方をしてるそれでは参ります。ソで連想しながら。おお、よかった。名人はなんか取るときなんかスッていくんだよ。ソで連想しながら書いたようでした。では参ります。センチメートルは10ミリメートル。うん、マミルトの名前でした。はい、センチメートルは10ミリメートルでした。参ります。はい、びっくりした。びっくりした。びっくりした。海苔を食べるよ、高橋君。うん。ノーマークだった。くそー。参ります。煙突のある銭湯。いただきました。煙突のある銭湯マミルトさんでした。やりますな。参ります。ウェイウェイうるさい真央ちゃん。うわー、いただきました。はい、続きましていきましょう。天使のような真央ちゃん。おお、天使です。ありがとうございます。この人のことです、真央ちゃんっていうの。ありがとうございます。はい、次に参りましょう。顎が出た。うん、そっか、明治の前でしたね。顎が出たでした。参ります。これが大人の10コンボや、うん、よし、これが大人の10コンボや。マックスの大三角です。では参りましょう。限界突破で全て、うん、しゃ、はい、いただきました。内さんの目の前の感じ。私の目の前に私が反応するよりも早く2つの手が入る。参ります。栗色の髪が秋を感じさせる。栗色の髪が秋を感じさせるね。栗参ります。爪を切る高橋の二人とも息を止めて飛び込んでいます。そのさっきの、 あの高橋くんシリーズがそことそこにあって、私もそれをセットで覚えてた。はい、では次参りましょう。小さな幸せ、いただきました。小さな幸せ。いやなんか今日マミルトさんキレッキレやな。参りましょう。みんな仲良し醤油の瓶。日本の食卓に醤油。醤油ことです。参ります。ヒカキンさん。ヒカキンさん。ブンブンハロー YouTube。参ります。ハブは茹でるとうまい。おですね、焼いてもうまいです。ハブは茹でるとうまいです。続きまして参りましょう。マッツフライジャー。おお、早い早いずっと来た。全然スピードできなかった。はい、マックスフライジャーねえよ。参ります。ほんのり本気しゃじゃないよ。いただきました。続いて参りましょう。筋肉ムキムキハラミン&ガル。筋肉ムキムキハラミン&ガル。
枚数が少なくなってきましたね。はい、少なくなってきました。塊魂、あ、やってもうた、たーって聞こえた、塊魂、やってもうた、塊やっちまった、出つき、はい、OK、 マミルトンさんが1回やってきました。参ります。お菓子大好き、さすがでございます。戻ります。はい、2対1にまた戻りまして、次のカード参りましょう。スプリーズ魔王と見せかけて、おー早い、これは早かった。圧倒的スプリング魔王と見せかけてリオナリでした。参ります。新人ナルミン、にゃー、これ少なくなってきて、だんだんもう名人来ましたね。参ります。最新アプリ召喚、出た、おお、出たこのこのトラップカードも名人マスターされましたねトラップですよこれ、ありがとうございます。対応してきてる、はい、ヤギと羊は間違える、こっちも近いですからね。サンサンカードあります。ランチはカレーが美味しい、ごめんなさい、隠しちゃいましたね、わかんないやつだ、うわ、なんて書いてあるかわかんないやつ、すってすってなりましたね。ランチはカレーが美味しいね、隠しちゃいました、いいもう、はい、ようこそ、早い、君こそが選ばれしまった、これやりたい、競技のようにやってしまいました、これやりたい、すごい払いました。私もさっきこうしていた手をこう置き換えて、あ、来た、ついに来ました。残り2枚ルールになりましたので、プレイヤー1人になっていただいて1対1で、じゃあ私めどうぞ。前振りルールを守れない反省しろ、どっちこれフェアに、私かと、私かと、あれあれこれ私、まさか2人の手がこのカードの別々の場所にかもしれない、ね、マジか、これもう一回行きましょうか、もう一回行きましょうか、いいですか、ね、もう一回行きましょう、あ、そうか、すげえな、完全に自分だと思った、ちゃんと見てよ、見えますかね、ね、見てても分かんない、多分スピード感が気がする、参ります。ルールを守れないよ、名人、いやありがとうございました、ありがとうございました、はい、ということで、いやさて、いや、しかしながら、しかしながらマミルトンさんかなり飛ばしたんじゃないですか、いや、前半戦のマミルトンさんの、私とマミルトンで一旦ちょっと見てみる、もうこれぐらいの差が 1,2 枚ですね、でも私もこれとあんま変わらないぐらいの、いやいやいや、そんなでは重ねると、おあっ、圧倒的一緒に参りました、ありがとうございました、ありがとうございました、まさか、すごい、まさか、いや、これはキレッキレのマミルトンと名人が対決はありますよ、1対1の、いや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 、もう結構そ1対1は負けてる、だいぶ、いやでも本当にすごく早いですね、ありがとうございます、マミルトン ね早い、すごかった、すごく早い、ありがとうございます、なんかスカウトしたいぐらい記憶で動いてたそう、記憶ですごかった、素晴らしい、ありがとうございます、いやちょっと勝負にならなくてすいませんでした、いや全然ございます、こちらも直していきます、胸を借りて、そんなに判定をいただきます、ありがとうございます、お疲れ様でした、ありがとうございます。続きまして、はい、もう一戦真央ちゃんも参加したいと、いかがですか、私もちょっと取らせていただいてよろしいですか、今度こそ頑張りますじゃあ今度は私が読ませていただいて、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします。続きはマミルトンチャンネルで公開されますので、どうぞ。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。本日我々が着ているこの袴とこのしていただいたヘアメイクですね。ヘアメイクは六本木にあるデカビリさんにお世話になりました。ありがとうございます。こちらのお店についての詳細は。